Hello there, 始まりました。もてちゃんです。今回はですね、2018年の12月29日に始めて、今2019年の12月30日なんですけども、これを撮ってるのがね、ちょうど1年経ちましてですね、どれだけの収益があったのか、すべて発表したいと思います。ね、この間ね、武田塾のね、高田先生ね、一緒にご飯行った時に、ね、あれやんないんすか？見たいんですけど、収益のやつ、ね、誰が貢献したかって言ってるじゃないですか。で、僕のやつがまだ出てないんで、すごい見たいんすよって言ってたんで、公開します。で、なんかね、僕ね、武田塾のチャンネルの年間1位。じゃないですか。僕の動画がすごい貢献してる。まあ正確に始めたっていうのは2019年の1月1日からなんで、まあこの動画が出てる時点でですね、毎日投稿完了ということになりますんで、1年間1回も休まずに動画を投稿することができました。1年で登録者が1万いかなかったらやめるって言ってたんですよ。で、それをやめなくてよくなりました。2万もいって本当にありがたいことですね。まあ360何本あるんじゃないかなと思います、一応。収益とともに思い出を振り返っていこうかなと思います。もちろん最初っていうのは収益化されていませんので、西先生に出てもらったりとか、神崎先生に出てもらったりとかね、安越先生に出てもらったりっていう、あとはね、センター試験のね、英語に挑戦っていうのがね、今だと4万5千回ぐらい再生されてますけど、河合塾と星成川先生に出てもらって、収益化がされて2月の収益が、4,556 円ですね。まだ全然って感じですね。で、3月に入ってね、セルタっていうのが始まってですね、神戸で生活を 1ヶ月します、ね。こういう800点プロジェクト始まったりとか、発音の天馬先生が出たりとかね、キムデギュン先生の動画もありますね。初めて僕、韓国語で喋ってるやつですよね。予備校講師になるのは勧められない理由って言って、初めてかなりヒットした動画ですかね。アヤマンジャパンのね、鏡屋さんとのね、コラボもありましたよね。その3月の収益っていうのが、23,806円。ついで4月に入っていきますね。キャストダイス TV の小林さんなんかとね、コラボしてね、本当にキャストダイス様々です。それから、このコラボチャンネルみたいに言われるぐらいですね、いろんな人とのコラボが始まります。ジェットブルさんがね、出たり、お菊の歌をね、加藤先生と歌ったりとか、あとはね、夏目さんって YouTuber とね、コラボがあったり、竹原先生の授業が始まったりします。4月の収益が 25,967 円。5月になるとですね、いよいよそうです、スーパースターうちのチャンネルで一番再生されている学部に合格する人の特徴っていうね、細井先生との、コラボ動画ですね。お笑い芸人ね、ちょめちょめクラブの大島さんが出たりとか、鈴木貫太郎さんとのコラボがあったりとかね、今ね、鈴木貫太郎さんはね、時900点プロジェクトやってますから、ほんと頑張ってほしいですけど、チャンネル登録してくれる人で、他の人で、ね、一番チャンネル登録してるっていうのが、アツ英語のアツさんなんですよ。だから一番アツさんとコラボしてほしいっていうね、やつがあったんで、ついにアツさんが登場します。で、アツさんとのね、コラボカラーのマスクが消えてますけどね。で、あとはね、チカさんが登場しましたね。英語講師オーディションがいよいよ開催されました。そこでね、ついに一ノ瀬杏先生というスターが、生まれたわけです。現在もね、新メンバー英語講習オーディションやってますので、ぜひね、見てください。ね、5月の収益が、ね、一気にボンと上がって、77,387円という形でですね、倍以上になりましたね。やっぱり細井先生、厚さん、千佳さんとかっていうコラボがドンといったのでね、すごく大きかったと思いますね。で、6月に入って、無友一番笹谷さんが出てきたりね、ユミさんが出てきたり、そう、ユミさんのところね、猫がいる家なんですけども、ね、猫アレルギーなのに行ったっていうね、大変でした。そして、再生時間がですね、非常に長い、動画として、呼び名の匠さんですね。まあ、自分がこの YouTube を始めるきっかけとなった人ですけども、ジェイミーがいよいよ出てきてですね、そう、イギリス人講師ですね、いろんな問題を解く、英語の問題を解くっていう企画が始まったりとかね、英語の野々カズさんが出てきたりとか、英語講師オーディションの決勝があり、トイック800点プロジェクトもね、最初全然人気なかったですけどね、どんどん人気が出てきましたね。西先生のね、ポレポレからクイズ出すっていうね、企画ものが始まりました。6月期の収益は 98,353 円、10万円近くに上がったっていうことですね。そして7月に入りますね。じゃあね、一ノ瀬杏先生とのコラボとか、英語講師オーディションに出てくれた学び水の井上先生とのコラボがあったりとか、細井先生のね、2度目のコラボ、アツさんとチカさんのね、まだ撮っておいて流してなかったやつとかも流しました。そんな7月は、15万3197円だった
ということですね。このタイミングでこういう動画出した方がいいんじゃないかなっていうのがちょこちょこと分かってきた感じですね。8月になってね、まあ YouTuber たちで夏休みで頑張るってやつなんですけど、結構取りだめが多くなっちゃったんですよね。この時期にこれを出すとかっていうタイミングを合わせるとかっていうのが8月はできなかったんですよ。そしてパスラボ、あ、この間10万人ね、登録者数おめでとうございます。パスラボのね、宇佐美さんが出てきてくれたり、武田塾の高田さんも登場いたしました。で、高田先生のやつはすごい再生されてますよね。もう5万近くいってるのもあるし、ただね、1回ね、広告つかなかったりした時期もあったりしてね、この動画ね、英検1級合格16回のね、じゅんさんが登場してくれたり。で、8月の収益は86,565円。俺の光景はどうなったんや、めちゃめちゃ期待してたのにって言ってね、今言ってるかもしれないですけど、8月の参加っていうのが少ないんじゃないですかね。 YouTube はね、36,92が高くなるんだよとかって言われますから、単価が違ったんですかね。9月に行きます。トイックマニアの R さんとのコラボがあったりとか、紀藤先生とのコラボもありましたね。ちぐさ先生とのねコラボがあったりとか、ビリオジとのねコラボもありましたね。医学部予備校の話とかねしたりしましたし、9月の収益は129,436円ね。はい、10万円台をねついに突破することができました。ただまだね、この撮影してる場所のね家賃を補うまではいかないんですよ。東京って高いんですよ。で、10月に入ってですね、たわしさんとのね、コラボがあったりとか、英作文最近届いてないですよ。センターの勉強が忙しいのかな。まあ、この間ね、舞台やってたからね、たわしさんね。で、そのたわしさんと鈴木貫太郎さんのね、戦いの動画が上がってます。あ、YouTube 予備校のね、松原先生とかね、嘘だ嘘だとかっていう意見がいっぱい来ましたけど、本当に砂浜に埋められたんですかね、彼ね。初の案件動画ってやつですね。企業からお金をもらってる動画として、鉄壁のプロモーションをやりましたね。鉄力会のね、三木先生にね、本当に鉄力会に行ってインタビューして、作りましたからね。これ普段台本とか一切用意しないんですよ。今回もそうですけど、今もただただ話してるんですね。YouTuber は作んなきゃいけないって言われましたけど、一切台本とか用意してないんですけど、この時は案件動画なので台本を作りました。で、この喋ったことが東洋経済オンラインに、記事になって出ているので、台本を記事用に書いたんですよ、また。で、東洋経済オンラインに記事がボンと出て、一瞬でアマゾンでこの鉄壁が売り切れになったっていうね、台本作って本気でやれば伸ばすことができるんだなっていう、ちょっとね、自信につながりました。で、この辺からね、カンカン同率の魅力とか、こういったじわじわ伸びてくるだろうなって思う系の動画を作るようになってます。なんか最初にボンと行くんではなく、作ってだん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 見られる人が増えてくるとか、ある時期になったら見られるようになるみたいな動画の作成を考えるようになりました。まあ、そのね、最たるものっていうのが英検準2級2級の面接対策ですね。これらっていうのはもう明らかに狙ってるというか、その面接の時になったらドンと上がるだろうなって思いながら作ってますね。で、英検って2週あるので、面接がですね、だから本当に綺麗に1回上がって2回上がるみたいな感じですね。直前期に2週間でこう山が2個できたっていう動画になってます。こうボンといくだろうなとかっていうのは、この寝起きでね、トイック満点講師が解き解いたらどうなるとかってね、ポンと上がるんじゃないかなと思って作った動画で、スタディウォーカーっていうところでの連載が始まるので、僕の YouTube の動画を記事にしてくれる、そこでまあ記事にした分のお金が入るみたいなのが始まるので、ちょっと記事にしやすいだろうなっていう動画も上げたりします。それがで、トイック前日当日の過ごし方とか、記事にした時にみんなの役に立つんじゃないかなっていう動画も作り始めています。やっぱりトイック直後の動画とかっていうのが伸びるっていうのも分かってるので、まあ、1週間に1回は1万再生動画を作ろうかなって制作を始めてますね。そんな10月の収益は138,308円ですね。もうちょっとでね、家賃ぐらい出せるっていうところまでやってまいりました。で、いよいよ最後ね、11月の収益に行くんですが、11月は、まあね、貫太郎さんの900点プロジェクトが開始され、東海中部地方のね、大学の序列とかっていう動画もね、上げましたね。これ本当に徐々に上がってってね、3万再生まで行きましたけど、本当にゆっくりでした。でも、多分、これだったらゆっくり上がってくんじゃないかな、カンカン同率のがあったんで、もう多分上がってくんじゃないかなって思いながら作りましたね。そうです。菊池さんが登場しますね。イングリッシュモンスターですね。この、チャンネルに、何度も、登場していただいています。イングリッシュモンスター菊池さんがボーンと当たるっていう感じですね。もう7万再生いきますからね。高田先生とね、歌歌って。高田先生のね、トークも楽しみにしておいてください。お笑い好きとお笑い芸人なんで、もうお笑い談義が長すぎちゃってです。1時間以上お笑いについて語っちゃってるので、
なんで編集がめちゃくちゃ大変なんで、ちょっと先送りになっちゃってます。あ、そうですね、メンタルドクター指導先生とのねコラボもスタートしてですね、この筑波大附属のやつとかっていうのを、これもじわじわ系を狙ったやつですね。徐々にその筑波大附属受けていくよみたいな人が、見てってくれればいいんじゃないかなと思って作った動画です。カンタロウさんにトイックのレクチャーしたりとか、トイックの感想とか、この辺がボボボボボっと上がる、1万再生以上のやつがボコボコ出てくる時ですね。11月末にはオーストラリア人のね、ステチル・ブラッドとの、共演がありました。まあ、ちょっとメルボルン本当に行こうかなと思ってますね。アツエゴの暑さもいるんで。11月の収益は、236,504円ということで、20万を突破しました。これで家賃払えますから。本当にありがたいことです。2万もいって、本当に感謝しかないです。これだけ成長させてもらったのが、見てくれたね、皆様のおかげなんで、本当にありがたいとしか言いようがないですけども、来年もですね、頑張っていきます。ゲストに関しては、びっくりするようなゲストは用意してますから、お願いします。高評価も待ってます。コメントも待ってます。そうですね、コメントあんまり進めてこなかった。もうちょっとね、コメントしてもらえたら、おすすめ乗りやすいそうですので、ぜひコメントの方もお願いします。はい。2020年もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.